い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで岩タイプのジム挑んでいこう。ジムチャレンジャー挑戦する？もちろんです。挑戦するならユニフォームも着用してよ。更衣室はそちらだし。なんだ、フランクだな。はい、来ました。この先でジムミッションに必要な落とし穴探知マシンを受け取ってね。落とし穴探知マシン、どんなミッション？今回落とし穴、落とされるんかな。それを避けるための探知マシン。うん、霧が濃い。このリーダー以外のところのミッション部分はあれなんかな。モニターでみんな見よんかな。キルクスタウンポケモンジム、ジムミッションを説明します。今お持ちの落とし穴探知マシンを説明いたします。ダウジングみたいな。というのも、こちらではあちこちに見えない落とし穴があるからです。見えない？落ちると今いる場所からやり直しです。落とし穴が目の、眼前にあって、そして近くにあるほど、マシンは強く震えますよ。うん、うん。では行きなされ。めっちゃ怖いやん。聞こえていますか？さあ感じて。なに、怖っ。なに、喋りよんやけど。落とし穴探知マシン喋るの？どこ？あ、怖い怖い怖い。何、落ちる？目のも、こっち方、こっち方向。あ、怖い。ビビりすぎである。え、どう行けばいいの？こう。着いたね、キルクススタジアムの歩き方には慣れたかしら。慣れてないです、全くもって。ジムトレーナーのヨシコが勝負を仕掛けてきた。何、どういう表情？ガントル。岩系やね。おっしゃ、チェリム。マジカルリーフで。効果抜群よ。いけい。お、ほぼほぼ、ほぼほぼ一発でいける。あと突進でもういけるかな。いけい。オッケー。何匹持ってるの、ポケモン。お、チェリムレベル35、キングラーレベル38。キングラーももうちょっとで40いきそうやね。あ、1匹なんや。自信を持って戦っていた。そうなの、自信を持たないとね。もちろん、そりゃ。君は持ってなかったの？歩き方のコツ、慎重に。でも自信を持って大胆にまっすぐ進むといいかもよ。まっすぐ絶対ダメやろ。おっと、どう行けばよろしいのかしら。こっちはダメってことかな。てか、どれぐらいの範囲で落とし穴があるんだ。こっちから、待って、こっちから行けばいいとか。怖い。全然自信を持って進めない。こう、あ、はー、いける。ふう、なんとかここまではクリア。うわ、やばー、結構な感じやね。あ、でも思ったよりは少ないかな。その調子です。深呼吸して集中するのです。誰の声なの？まっすぐ、この辺のことかな。まっすぐ進めばいいっていうの。ああ！あ、一応最初からではないのね。よかった。おっと？どのあたりだ？この辺めっちゃ穴やん。超穴やん。あ、いける。おっしゃー。岩タイプってとっても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 すごいんだから。とっても多すぎ。ジムトレーナーの千鶴が勝負を仕掛けてきた。岩パレス。ああ、なるほどね。この子か。おっしゃ、チェリーも行くぜ。効果ありぐらいの感じなんか。誰で行けばいい？キングラーで行く。よし。
交代交代。ここには草は通じないの？どういうことだ？あーやめて、結構強いぞ。急所に当たった。これはシェルブレード、いけい、おっしゃ一発、いいねいいね、広角類同士って感じお、ゴビットレベル40、新しくヘビーボンバーを覚えたい。ヘビーボンバー、どんな感じ、鋼系なんや。重たい体で相手にぶつかって攻撃する、自分が相手より重いほど威力が上がる。へえ。鉄壁を忘れさせてヘビーボンバーでいいかな。ゴビットがもうすでにレベル40台に入ってったよ。捕まえたばかりだというのに岩タイプの凄さ伝わったよね。あなたも一匹なんだ岩タイプのすごいところ、砂嵐が吹いていると特防が上がってタフになるんよ。お、なんかめっちゃ方言だった。この辺危険なんかな。こっちから行ける、おっしゃー。マクワさんのすごいところその1、おしゃれでかっこいい。男の人かな。ジムトレーナーのショーが勝負を仕掛けてきた。もう一人の派手な人かな。トロッコン、トロッコンよく見かけるな、街中にもおったしあ、チェリムどうよ。ダメよね、多分燃やされそうよね。ここはキングラーで行こう。これはキングラーで乗り切れてしまうんじゃないか、ここのジム。それはいくらなんでもジムリーダーを舐めすぎです。いや全然大丈夫ここはシェルブレードで一発じゃない。またいけー、シェルブレード、やったー、一発、よきよき。トロッコンずっと見よったら可愛く見えてくるよね。なんかカメテテはレベル39に上がった。よっしゃー、お、一匹や。マクワさんのすごいところその2、豪快でスタイリッシュ。君は見習わなきゃ。お、カメテテ進化、どんな感じになるんやろ。おや、カメテテの様子が。いいよいいよ、パワーアップしてリーダーに臨んでいくの。え、怖いんですけど。なんかおめでとう、カメテテは画面のデスに進化した。人型になった。ガメロデスのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ガメロデス集合ポケモン、7匹のカメテテが1匹分の体を作っている。え、そうなんや。頭が手足に命令する仕組み。ほう、バラバラ、別々の生物なの一応。マクワさんのすごいところその3、女の子にモテモテ。くぅ、俺もああなりてー。まあ最終的にはそういうことなんだね。こっちからぐるっとかな。おっと、結構遠回り。ああ、まさかのあ、でもここからな、よかった。こっちかな。あ、そこも、じゃあそっちからは回っていけんってことか。どう行けばいいんだ。穴だらけやん。じゃあ右側から行くしかないね。どう？この辺。え？もうこっちからは確実に行くしかないやん。あ、こう行くんか。なるほどね。オッケー。ふう、何箇所か落ちてしまった。つらい。うわ、結構空いとる。ここは結構空いとる。少し見えづらくなりますよ。前が見えなくても進むしかないのです。怖っ。岩すらも見えんねんけど。動画的にも辛い状況です。こっちではない。どの、こっち？こっちから、あー！くそ。穴が。どう行けばいいんだ？こっちか。ドキドキするでしょ？まだ話すの君。これがリーダー？でもリーダー男なんよね。あの、キサな感じの男やろ？じゃあ違う気がするんよね。誰なんやろ、話しかけてきよるの。え？あ、ここに。あれ？トレーナーおらん。マジで？トレーナーいないの？どこやろ？あ、こっちなんか道続いてない？ほらほらほら。
さあ恐れずに進むのです。トレーナーどこ？あ、いた。そこにいるんでしょ、ジムチャレンジャーさん。てか進む方もそうやけど、ずっと見えん場所で待たされてる方も怖い気がするけど、ジムトレーナーの小闇が勝負を仕掛けてきた。なんなら待たされてる方が怖いような気もする。お、ウソッキー。木に見せかけた岩。説明ありがとうございます。さあここはマジカルリーフで、いっけーチェリムー。一発ではいけんのやね、レベル的な問題かな。あー大丈夫かチェリム。耐えて耐えて耐えて、マジカルリーフで行くんだ。よっしゃこれでいけたやろ。イエーイ、効果抜群。さあ次は、お、チェリムレベル36、エースバーンレベル48、もう50手前や。みんな一匹ずつやね。あなたの存在は分かっても勝利への道は見えなかったわ。うまいこと言った。うまいのか。あなたの進むところ、それが勝利への道なのね。この先には道はないのか。あとは、あーもしや、でっか、結構でかめの穴が。じゃあこっちからかな。失敗することで見えるものもあるのです。どういうこと？あれこっち行けんな。どうやって行くんやろ。ん？うるさい、同じこと言わないでよ。あくくっそ、どこから行けばいいんだ。あーびっくりした。え？どこ？こっち？あー怖い怖い怖い。どの辺やん。あー、うわでかくっそ進めね。いやでも確実にちょっとずつは進んでいるはず。ここに穴があるんよね。その場所は、あ、いやでもどんどん道が分かってきたはずきっと。だって今穴が開いてる場所は避けていかんといかんところやろ。こういう感じで最後まで気を抜かないで。あ、ここ道や。おー見えた見えた見えた。え、こっちからか。あ、いけるいける。よっしゃー。ふぅ。でもここは結構、ね、結構こう、道自体があってくれたけど。この場所に一人やったん、あの子かわいそうに。小読みちゃんやっけ、かわいそう。あれ、導いてくれる人がおらん。とりあえず回復だけしていこうかな。ふぅ、これで。万全や。行こう。お見事です。さあジムチャレンジャーバトルコートへ。ずっと謎の声に導かれんやけど、ジムミッションクリア。よっしゃ行くぜ。ふう、やっと見晴らしのいい場所に出られる。さあどんな感じかな。あ、この人か。なるほどね。女の子にモテモテなの、マジで。マクワと言います。ジムチャレンジャーのあなたには申し訳ないが、僕のポケモンたちの強さをアピールする戦いをしますので、さっさと終わらせましょう。やっぱりこの人かな、導いてくれよったの。話し方は丁寧なんやね、見た目派手やけど。ジムリーダーのマクワが勝負を仕掛けてきた。ガメノです。お、同じポケモン。何で行けばいいんやろ。チェリムで行けるかな。こんな感じ。あ、マジカルリーフで行けるやん。よっしゃ行け、マジカルリーフ。あ、一発マジで。え、レベル40なのに。あ、急所に当たったんか。なるほど、やったー。1体目からついてる。さあ2体目は、ツボツボ、ツボツボも岩やっけ。このままとりあえず行こう。ね、なんでそんな、何そんな。え、立ち方普通に正面向こう。あーダメやね、他のポケモンに変えてこっか。キングラーで行こう。おっしゃ、こーい、キングラー。ことは岩タイプかな。ん、
岩タイプか。さっきのは岩タイプじゃなかったんかな。何パワーシェアって。お互いのパワーをシェアした。力が一緒になったってことやめてよ。いや、しかし、シェルブレード。一発で決めてやる。あー、無理やった。マジか。マジなのか。いや、しかも防御上がったし。ね、全然、全然、大丈夫。こっちの方が強い。いけ、シェルブレードー。あと一発まだいる。どんどん防御上がってくんですけど。じゃ次バブル光線あたりでいこう。バブル光線これでとどめや。いけー。オッケー。つぼつぼもなんかなんていうんやろ、亀っぽい感じやけんさ、水タイプなんかなっていう感じするけどね。キングラーレベル39に上がった。お、チェリムもチェリムもレベル37。石変人、多分岩タイプかな、名前的に。おお、なんだお前。面白いけど見た目。ストーム返事ですね。まあバブル光線でいいやろ。ワンダールーム、何それ、何それ、なんか部屋が、防御と特防が入れ替わる部屋。バブル光線、おお、効果抜群なのに結構な感じでレベルが高いからか。鋼技まで使ってくる。え、鋼技だよね、ステルスロックって。違った、岩シェルブレード、こっちの方がいいや。イエーイ、やったね。でもステルスロックの効果はあるまんまなんかな。トリトドンレベル39。お、大地の力。どんな技。相手の足元へ大地の力を放出する。相手の特防を下げることがある。それは攻撃なのか、わからない。とりあえずやめておこうかな。よくわからんけど。石炭山をこのまんまでいいでしょう。まだよ、まだ崩れ去って砂とはなっていない。戦う、私も頑張る。石炭山も私持っとるけんね。今手持ちにはおらんけど。よし、ここでダイマックスやね。キングラーダイマックス、そして大ストリーム。鋼もいける。山のような岩となれ。巨大マックス、これこそゴジラやん。まさにゴジラやん、見た目ね。うわー、やばい、めっちゃ強そう。石炭山怖いよ。レベル42。キングラーそんなにレベルなかった気がするよね。とりあえず巨大化させて、その後はね、タイプの相性が。おー、いいね、いいね。しかし体力はこっちの方が低いんだ。レベルもでかい。体そのものが強さ。全身で痛みを味わえ。うー、怖ーい。いやー、え、待って、一発なんやけど。マジでダイマックスが無駄になりましたね。え、怖ーい。巨大化して何も活躍できなかった。ごめんよキングラー。これはトリトドンで行くか。よし、頑張ろう。しかしもう巨大化させれないんだよ。ちっこい状態で戦わなければ。相手まだ2ターンあるけんね。何、ステルスロック。くっそ、濁流行こう。濁流、え、すごくね、トリトドン。やばくね。やばくね。これは勝てそうな感じする。こんなちっこい子に負けるなよ。がやられたらどうしよう、怖い。あー、プチッと。あ、全然大丈夫やん。いけるいける。水の波動行こう。水の波動、あ、取り囲まれて攻撃ができないの。あー、見た目的にはもう完璧に死亡やけど。何、頑張れる。
日差しが強くなった、うわ向こうに味方してる、でも水の波動で、おっしゃおっしゃ、こんなちっこくても勝てるぞ、よきよき。誰もレベルは上がらないか、イエイ。最後までカッコつけるな、穴があったら入りたい、いやここは落ちてしまいたいか。なぜそんなにカッコつけなんだ。いや雰囲気いいと思うけどね。お見事でした。決まりですので岩バッジを渡します。ありがとう。バッジじゃないんかい。握手やった。でか、あとちょっとやねん。レベル50までにポケモンを捕まえられるようになった。僕のことは気にしないでください。トレーニングで励むだけですので、お互い頑張ろう。マクワさんに勝利したことを祝って技マシンを渡すね。アイナは技マシン48、岩石封じを手に入れた。岩石を投げつけて攻撃する。相手の動きを封じることで素早さを下げる。マクワさんが着ることでかっこよさが増しているデザインのユニフォームもらってね。余計な一言つけなくていいんだよ。私が着てもかっこよくないってか。アイナは岩セットを手に入れた。岩バッジ似合っている。アイナその調子。なぜ呼び捨て？雪降る街での試合。負けると心から冷えますよ。辛い。てかみんな半袖や。あなたが油断するなんて心配する必要ないよね。大丈夫よ。カブさんじゃなくてあの人を応援する。おー、マジでありがとう。あいつの試合またニュースで見るよ。おー、嬉しいな。間違った作戦から生まれた勇気では勝つことはできなかった。みんながめちゃくちゃ応援してくれている。嬉しすぎるね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あんなに激しい戦いを繰り広げた女の子がまさか普段はこんなねもっこもこした格好してるとは思わんやろうけど。